今日は区画整理課から人の広場に設置するモニュメントの募集についてお知らせします。新居浜駅前地区は新たな都市拠点整備を目指して平成10年に土地区画整理事業に着手し、宅地の造成や道路、公園の整備など都市基盤整備を行いました。現在は新居浜駅周辺を新居浜らしいにぎわいと出会いの場とするため、公共駐車場、駐輪場、南北自由通路、人の広場及び総合文化施設などの公共施設整備を進めています。駅前交通広場には全国公募により選定したモニュメントを平成25年2月に制作しています。またシンボルロードには別紙銅山の歴史を感じたり未来を想像させるモニュメントを設置して、別紙銅山の物語性を表現する予定で、平成26年春には6つのモニュメントが完成する予定です。今回は新居浜駅前交通広場の西隣に整備する人の広場に設置するモニュメントを募集します。人の広場は訪れる人々にもてなしの心や新居浜らしい第一印象を与え、憩い、集い、安らぎ、にぎわいの空間となるよう整備する予定で、募集する作品のテーマは赤金の恵み、希望です。人の広場は中心付近をイベントが開催できる多目的なイベント広場とし、ゆとりある緑荫空間となるよう周囲に放牧のツリーサークルを配置し、モニュメントや舗装デザインなどで新居浜らしさを演出したいと考えています。モニュメントの設置予定箇所はイベント広場の北側で、東西ではほぼ中央、新居浜駅の正面玄関から見え、南北自由通路の展望デッキからも正面に見えるような位置にしています。それでは応募方法についてご説明します。応募資格は国内在住の個人、グループまたは法人です。ただし法人については新居浜市の入札見積参加資格登録業者であることが条件になります。1人または1組2点まで応募できます。応募方法は応募用紙に必要事項を記入の上、応募企画に規定する図画と一緒に提出してください。応募料は無料ですが、送料は応募者負担です。なお応募作品の返却はしませんので、あらかじめご了承ください。募集期間は平成25年12月2日月曜日から平成26年2月28日金曜日午後5時までです。ご応募いただいた作品の中から第一次審査、第二次審査を通過した作品が実際に人の広場に設置されます。第一次審査では集まった作品の中から5点以内の作品を選出します。結果の発表は平成26年3月下旬頃の予定です。第一次審査通過者には次の審査までに作品表とマケットを提出していただきます。マケットは搬送や展示に耐えられる強度が必要です。第二次審査は平成26年7月頃の予定です。作品表やマケットを審査し、最優秀作品1点を決定いたします。募集要項についての質問は質問書に詳しく記入の上、ファックス、E メール、郵送のいずれかでお送りください。質問受付期間は平成25年12月16日月曜日から平成26年1月6日月曜日午後5時までです。質問に対する回答は平成26年1月中旬頃に新居浜市のホームページに掲載します。応募企画や詳しい要項については新居浜市のホームページをご覧ください。作品の応募、お問い合わせは区画整理課までお願いいたします。皆様のご応募をお待ちしております。